はい、皆さん、ゆーちゃんとですね、はい、恒例の喧嘩が始まりました。この子はね、男の子かな。はい、ですね、まあ、女の子はあって知らんわみたいな感じで言いますけど、うん、これがですね、いつももうね、この儀式は、ウリも女の子のウリもね、エルもそしてウーちゃんにガーってやられたりするのね、経験してます。もうウリエルなんかもうサスの喧嘩みたいな感じ、すごい喧嘩してました。もうあの皆さん扇風機の上でね、ウリと、ウリエルとウーちゃんが喧嘩したの見たことあると思うんですけど、エルもやってますけど、あのウリエルほどではない。ちょっとこの子はちょっと賢くて、やっぱりなんていうのかな、ちょっともうあなたがリーダーですっていう感じで、多分そうやって認めたから、多分そんなにね、いろいろされなかったけども、ね、ウリはすごかったもんね。今もすごい仲良し。で、一応ですね、あのうちの子たち、この子たちもこうやってね、もうやっと私が近づいても逃げなくなって、で、校長したんだけど、まあ、今度はですね、実際、リアルで、あの、ケージ越しじゃなくて、生でね、こうやってみんなにね、こうやって会うんだけど、まあ、ウーちゃんがですね、多分ですね、リーダーだから、一応リーダーだから、いろいろね、なんか、やっぱりある。よしの母のこのうーちゃんの家族、この今家族はね、うーちゃんとオッチとウリとエル、ここ家族になっちゃった。家族っていうかグループっていうか、だけどあの子たちはよそ者だからまだ、一応うーちゃんがですね、一生懸命なんか、なんていうんだろうね、どうしてるんでしょうね。ちょっと一応これあの子たちの部屋入ってるんちゃう、あららららら、なんか様子見てますね、こうなんて警察しに来てるっていうか、うーちゃんでここの餌を一生懸命食べてます、みんなして。まあ自分のものっていうそういう風な認識があるのかちょっと分かんないけど、まあちょっとこの子、新しい子たちはちょっとまだ弱い立場っていうかね、まだね、だけどまあ、つかず離れず、こんだけ近くにいるから、ゆくはね、ちゃんと仲良くはなれると思います。もうまたね、6波でね、みんなでね、ご飯一緒に食べたりする姿も、ちょっと、どのくらいかかるかわからないけど、まあ、ウリなんかね、もう、ウリエルね、すっごい喧嘩してたのに、今はもう巣箱に一緒に入って寝たりしてるから、この子たちもまだまだ、まだ6ヶ月ぐらいのね、子供たちなんで、まあ、ここ2人ともこうペアでね、いるんですけど、まあ楽しみです。こうやってね、そばにいるっていうのは大丈夫。ゆーちゃん、あれ、うーちゃんどこ行った？これはウリ、ウリエル、これオチで、こちらウリ、こんな感じです。はい、まあこうやって毎日校長して、慣れてもらうようにします。では皆さん、バイバイ。